オースチン A50 ケンブリッジは、イギリスの自動車メーカー、ブリティッシュモーターコーポレーションが1954年から1957年まで生産した小型乗用車である。当時のイギリスにおける典型的なミドルクラス、サルーンとして開発された。前輪独立喧嘩。 後輪固定軸の後輪駆動という、ごくコンベンショナルな構造で、イギリスの保守的な中産階級ユーザー向けに手堅く、設計されたモデルである。先代モデルの A40 サマーセットは、デザイントレンド化時のモデルであったため鈍重さが、目立ったが、ケンブリッジでは、やや腰高ながら機能性を改善した1950年代、中期の典型的サンボックスノッチバックスタイルの、 セダンとなり、ボディ構造もセミモノコック構造に改められた。またエンジンは、新設計の BMCB シリーズエンジンに、刷新された。マガや MG、ZB マグネットなどと共通の、当時の BMC における中級車用標準型4、気筒エンジンである。このエンジン自体は、1947年に、中型オースチンの戦後型として発表された。 A40 デボン用に開発され、続く1952年の A40 サマーセットにも、継承されていた1.2リットルエンジンを拡大した構造で、当時のナフフィールドとオースチンの合併に伴い、新 BMC におけるエンジン標準化施策の中で、中型車用1.5リットルクラスに位置付けられたもので、あるが、以後1970年代まで、 排気量拡大やベアリング数追加などの改良を受けながら BMC 及び更新の BLMC における主力エンジンとして長く使われた。4ドア4人乗りのセダンが先行して登場したが1956年11月にパネル版が1957年5月にはピックアップトラックが追加され両車は乗用車が A55 A60 へと発展した後も1971年まで生産続行された。本国ではボルグワーナー製オーバードライブやマニューマティックと呼ばれた半自動変速機付きも選択可能であった。1956年10月にはタイヤが14インチから13インチに変更され圧縮比が高められる変更を受けた。当時の英国ザモーター氏の計測によると 最高速度時速 118.4km、0から60マイル加速28.8秒、燃料消費 10.1km、L という性能であった。A50 ケンブリッジは、イギリス本国では、約11万5000台が生産された。また、同じスタイルで従来からの 1242cc42 馬力エンジンを、持つ。 廉価版の A40 ケンブリッジも同時に登場したが、こちらの生産台数は約3万台と少なかった。1957年1月、A50 は、テールが伸ばされトランクスペースを拡大した A55 ケンブリッジに発展。1959年に BMC ファリーナサルーンにモデルチェンジするまで約15万台の A55 が作られた。 日産自動車は乗用車の設計、製造技術を学ぶべく、1952年に BMC と契約を結び、1953年3月から A40 サマーセットのノックダウン生産を開始していた。だが、そのノックダウン生産とパーツ国産化が進展する途上でイギリス本国において、オースチンの中型セダンは、 サマーセットからケンブリッジにモデルチェンジされた。これを受けた日産は、オースチン国産化計画が一から出直しになる不利を、押しても、当時の日本の小型車、規格いっぱいの排気量である 1500cc 級車のケンブリッジを生産する方が得策と判断し、ケンブリッジへの生産切り替えを断行した。ありがとうございます。